GL 治療院の KUMA です。今日は喉のツボを紹介していこうと思います。ここは上連線といって顎の下にあるくぼみのところにツボがあって、咽頭炎とか声の調子とかに関わってくるツボなんで、実際に針を打っていこうと思います。喉の調子が悪いことはいらっしゃいますか？調子が悪いって言いました。そうっすね。半年ぐらい前から、半年以上前ですね、からずっと咽頭炎で、喋るとき、やっぱり声の出が悪いし、喉も痛いし、あと結構その咽頭炎のせいで咳とかも結構喋ってて、普段出てて、ちょっと今日今回ね、良くなるっていうふうに、ちょっと針で良くなるって聞いたからちょっと戻させていただいたんですけど、本当に良くなるんですか？はい。マジですか？はい。説明をしていきます。はい。顎のこの真下にあるくぼみがあるんですけど、ここにこういった角度で針を打っていきます。実際に打っていきますね。まず消毒していきますね。一つ目体です。もちろんこれは針じゃなくても今のツボを自分で押すでも全然大丈夫なんで、少しでも刺激を加えてあげると調子が良くなっていきます。実際の部分どうでしたか？そうっすね。あ、でもなんかさっきよりちょっと声に張りが出たような気はしますけど。はい。でも本当一瞬で終わりましたね。一瞬ですね。あ、すげえ。調子が痛くなかったですか？全然痛くないです。もう終わったかった。ありがとうございます先生。こんな感じで今日はピースアウト GL。